ガラティア5の24と25です。これぜひみんなで一緒に読みましょうかは日本語から参りましょう。キリストに属する者は生まれながらの自分が持つ肉の欲望を十字架につけてしまったのです。 もし私たちが聖霊の力を受けて生きているなら、すべてにわたってその導きに従おうではありませんかアーメン。あメン。 ポルトガル語なくてごめんね, sorry,、no、<laughs> ねポルルトガル語の、ね、通訳も来てくださるように、そのポルトガル語メッセージも始まるように祈りましょう。さて、えー、この見言葉にあるように、生まれながらの自分が持つ肉の欲望とあるんですが、これはどのようなものでしょうか、so 聖書の中で、うん、分かるような、分かんないようなっていう言葉が出てきたら、聖書から学びましょう。So、have words we ガラティは同じ5章の17にこうあります。ガラティアン5:17 this 私たちの生まれながらの性質は聖霊がお命じになることとは正反対の悪を好みます一方聖霊の導きに従って歩んでいるときに行いたくなる善は生まれながらの肉の願望とは正反対のものです内面のこの2つの力はどちらも私たちを思い通りに動かそうといつも格闘していますそして私たちはこの2つの力の板挟みになってしたいと思うことが自由にできない状態なのです The verse 17 says, For the flesh desire what is contrary to the Spirit, and the Spirit what is contrary to the flesh. They are in conflict with each other so that you are not to do whatever you want. So the Bible says, The desire we have is contrary to things that Holy Spirit brings to us. もうだから何気な感じで生きてたら正反対に向かってるってことなんです。So, uh, 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 そして困ったことに特に困難とか誘惑に直面した時はこの肉の方でとどまりやすいと。 In our flesh. でそのことを理解しておく必要があります。So、どういうことかというとこんな、今の状況が苦しいとか悲しいとか、もなんで私がこんな目に怒れるみたいなそういう感じですね。この感情の中にどっぷり使って、もう動けない、力が出ない、やる気がない、もうこの悲しい、もう無理、ワーンっていう感じ。So if we, if we これは肉の性質なので仕方がないかもしれないんですけどもそのようにこのどっぷりとその状態に陥ってしまう原因が実はあります。So、the, それは 問題にフォーカスしてしまうからなんです。So、もうこんなことが起きたとか、なんでこんなことにとか。問題ばっかりを見てると、もうういう感情がもうわーって止まらない。So で、なんでそういうふうに問題にフォーカスしちゃうかなって思ったんです、私は。で、私は、なんでそういうふうに問題にフォーカスしちゃうのかなって思ったんです、私は。なんで私たちが生きるこの世界が問題を解決する世界だからです。 この世では問題解決能力があることは高く評価されます。そしてあらゆる企業の活動、ビジネスは問題解決を目的として成り立っているんです。 To settle the problem. 夏の暑い日にその辺に食べ物をずっと置いていくとあっという間に腐りますよねそれを解決するために冷蔵庫が発明されました inventor,、uh, um, so、でこれからどんどんこう寒くなっていきますけれどももうね

世界中がこれを解決しようとしています。このようなあらゆる製品、サービスは問題解決のためなんです。あなたがこの世界の中で何か問題を解決する。 するために問題を発見し解決する方法を思いついたらビジネス大,大成功しますよそしてこれはまあ誰かが誰かのためにっていう世界観ですよねもっと言うと役に 立つとか立たないとかっていう世界観でもあります。World, like re really、この社会社の役に立てるように頑張りますみたいな。Like, ね、I 私はもう役に立たない人間でとかね、もうそれこの世の世界観にてます like, sorry, 私たちクリスチャンが持つべきもう一つの世界観。 それは誰かが誰かのためにではなく神様が神様ご自身のためにという世界観です、so、that is, 問題が起きたらそれを解決しなければならないという思考が私たちにはもう刷り込まれているんですけれども、so we have あなたに問題を解決させることは神の目的ではありません。However, その問題が起こることを許されたのは神ご自身だからです。 それがた、ね、とえ自分のうっかりミステイクで、わもう主任どうしましょう、こんなことになっちゃった、わーとかなっていっても、この究極的にはそれが起こ,す起こされることを神が許されているという、信じられない世界観です。 なぜそれが起こることを神はお許しになるのか Then, you,、uh, 実は問題があるということを通してあなたを神の似姿に変えることが目的だからですここでポイントの一つ目です 神様の目的のために神様の訓練を受ける。So, purpose, ヘブルの12の12こうあります、神は私たちの最善を願って神の清さを共有させようと訓練をしてくださるのです。じゃあ、ここの神の清さとは何か Think about His holiness. ガラティア語の22と23にある10の御霊の実のことです says. それが神様のご性質であって神の荷姿に変えられるってことはその実を結ぶっていうことですよね 聖霊様が私たちの生活を支配してくださるなら聖霊が私たちの人生に御霊を結ばせてくださいます lives, Spirit,、uh, bear, uh, だから私たちはなんか修行のように清くなろうとする必要はないんですよね to,、uh, so、じゃあ何の必要があるのか私たちには。 目の前で問題が起きたときにそれはこの10のうちどの実を結ぶチャレンジであるのかっていうことに気が付く必要がありますこの問題を例の目で捉え直すというそういう訓練なんです。 えー、ガラティア語の22と23に基づくこの人生の10のチャレンジというのを、ね、見てみたいと思います。今、皆さんがこう胸に抱えるものは何なのかそれをこう思い描きながらこれを読んでほしいんですけど人生には愛することへのチャレンジがあります喜んでいることへのチャレンジ平安でいることのチャレンジ 忍耐すること親切にすることへのチャレンジ寛容になり善意を表す誠実でいるためのチャレンジ、入ュへのチャレンジ、自制するためのチャレンジです、ね、問題をどう乗り越えるかではないんです。 私たちはみんな人生に御霊の実を結ぶためにため絶え間なくこの10のチャレンジを受けています。The, so bear, uh, そしてある意味このチャレンジがなければ御霊の実を結ぶこともないんです。So in だからこのギャーっていう問題が来た時にギャーってなるんじゃなくてこれって何のことっていう冷静さこれが神様から from God。そして、レンジは、私たちが問題を解決できるかどうか以上にものすごく価値があることです And this challenge チャレンジング valuable なぜなら私たちの人生の中に御霊の実を結ぶときに最も世を強く影響することができるからです。Spirit, impact, 第一テモテの4の7にこうあります。The first 愚かななな理論論やや作りり話の議論で無駄な時間を費やしてはなりませんむしろ時間と労力を有効に使っていつも霊的に高められるよう自分を訓練しなさい。例えば人はなぜ生まれるのか 何のために生きるのかこれらのことについてあまりにも多くの作り話が横行しているということを皆さんご存知ですかそれは最初なんか本当のことっぽいんです。It sounds like truth.

Uh, でも、ある人にとってはもう全く救いのない、矛盾だらけの作り話であるということにみんな気づいてないんです。クリスチャンじゃなないい友達ととお茶に行ってその、ね、作りり話をこうわーと展開される時ありますよねわーっねーーうんみたいな and then,、uh, when I Uh, go to a cafe with my friends, and then she's really convinced me with these stories. And I really try to explain the truth, and then but I stop uh, explaining it. So just um, say, friends to

そして救いたいと思っておられる <then> he, で。ですから私たちは来た時にもう論破せずして語らずして生き方によって真理は何であるかということを示す必要があります。見たま央の身を結ぶ生き方というのは 真理とイエス様を証明する生き方です。 つまり神様が私たちを訓練してくださるのは福音をより多くの人々に広げるためなんです know. このストリートに出ることとかイベントすることに制限を感じるご時世ですね。 Events? Now? だからこそ私たちが置かれているこの場所でイエス様は宣教を始めて始めたいと思っておられます。だからこそあなたが今そこに使わされているんです。私たちは今。 どのチャレンジをそれぞれ受けているでしょうか。So、kind of you, ここでポイントの二に行きたいと思います。So、それは神様の目的のために神様が私たちに変化をもたらす。So というのも、御霊の実を結ぶ生き方は簡単じゃないっていうふうに、誰もが一度は思ったことがあると思うんですけど。どうでしょうか。そのチャレンジに、このこっちとは逆の、このチャレンジに立ち向かおうとするときに。この一歩踏み出すことができない。このぶっちゃけ、ぶっちゃけの現実がそれぞれあると思うんですね。and we try to step into the challenge we we face to。

and she tried to show her emotions to me and this is then there is a conflict between her and me and she says i i don't want to do this mom and my daughter is uh, daughter wants to play uh, when i su suggest just taking bus <So> も,っあのもっと遊びたい、もうそろそろ寝ようねって、いやーってね、これが嫌嫌気ですよ、もう。そんな中、実はあの私ですね、あの先日コロナに感染いたしました。

発熱、あとおかん、頭痛、筋肉痛、味覚障害、嗅覚障害、せき、ね、咳もうあらゆる症状をコンプリートしてきましたよ or pain hole, pain で。あらゆる症状発症したんですけど、コロナの隔離7日目に。 ホテルでイエス様にこう尋ねられたんですね。So、I every and Jesus asked し e 私くなりたのです。そして、ジーザー体しんどいです。仕事も止まってます私は、ね、このように答えました。s w このように答えました。 まだいいです、ね、like, yet, あのまだ癒されたくないということをです、ね、あのゾーンのみんなに打ち明けました。I, uh, I, I みんんんなは当然最初体のことを気遣っってててくれれれたんですすけどども, leaders, friends, もう癒されて帰宅する方がしんどいっていう Then I felt like going to home is more um, difficult than just staying at home. Because when I go home, I need to face my uh, daughter, care about the daughters, and for me, this is uh, so much hard, and we need, I need to have pain for patience. 仕事をやり、家事をやり、2歳児と向き合うぐらいならもう苦しみながらベッドで寝とった方がまっしやーみたいな。究極の。本当、いつか夫が救われてもこのメッセージだけは見てほしくない。もうぶっちゃけ。So, so uh, message even t h o メッセージ got saved. ね、もうなのでこのか、体の癒し以上にこの子育ての困難さや家庭生活の困難さをあのリーダーのみんなに祈ってもらいました。こ、so uh, so uh, こういうういいいとが本当はみんんななにもあるんじゃないですかって話 なんか,分かっちゃいるけどとかね、so。こうしたいはずなのに。でも、みたいな。あやんと、どです、まえび、ばあやん。一歩踏み出せないぶっちゃけの現んがあるんじゃないでしょうか。Step, uh, で、も実はそれは、現実ではありませんよ、皆さん。 Actually not the reality. 悪魔が見せている偽物の現実です。この2歳の娘と向き合うときに私は本当に忍耐がないと、かね私には家庭的なところがなくて、ああよくない母親だなとか、ね、なんかそう思ってたんですよね。

悪魔の誘惑であり嘘でした。So so that, uh, ここであのノートにも書いてある四つの御言葉を見たいと思います。So, four, uh, ですから、互いに罪を告白し祈り合いなさい。So あなたがたはそれを明るみに出すとき光がその罪を照らし出して正体を暴きます but everything exposed by the light becomes visible and everything that is illuminated becomes light 神の光におられるキリストに習って、私たちも光の中で生活すれば、互いに素晴らしい交わりを持ち、神の子、イエスの血が私たちのすべての罪から清められるのです。 この清められたあなたの潔白は誰の目にも明らかになります。神は真昼のようにまぶしい正義の光を当てて弁護してくださいます。もともと私はこの忍耐することとか愛することはどうもあの苦手意識がありました。 苦手意識です。苦手意識であって本当に、苦手かかかどうか分かんないですよね、so maybe, uh, the, この意識に、神様につけ込まれたんです神神様様じゃない,神様じゃないびっくりした。く <laughs> 魔に、悪魔に悪魔に、悪魔につけこまれました。 <laughs> 違う違う違うね。違う違うその悪魔を用いて訓練してくださってるんですけど神様がはい、uh, uh, このぶっちゃけの現実をみんなにこう言いは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 いいい はっとするというか、<But S 1> 初めてだ悪魔に騙されているんだということが分かりました。そして、神様の言葉じゃないものを信じていた悔い改めが起こりました。悔い改める中で、 喜びと平安が来たんですそれは神様が与えてくださっていた新しい本物のアイデンティティへの喜びでした。忍耐することや愛することが苦手かどうかは分からないというのは。 聖霊様がとにいいてくださるるなならでできるやんんうことなんです苦手に思う必要ないやんっていう have to think about it. その新しいアイデンティティがあったーっていう喜びですねそして どういうものかをもう誰よりもよく知ってくださってる神様が私に家族を与えたっていう平安です。だからこれはその喜びとか平安のチャレンジだったんです。 これにこう気づいたときに希望が来ました。大丈夫、帰ってもやっていける。だから隔離、ね、最終日この迎えに来てくれるんですけど <And> then, 家族に会うのが待ち遠しくて,待ち遠しくて、もうずっと窓をこうね。 ままだかなまだかかななそういう気持ちであの帰ることができました。Home, 忍耐するそういう決意はして、私はまることルでてませんよ about, patience, to,、uh, so、し effort,、uh, so、た。だ神様が私の心を変えてくださいました。 神様の目的のために神様が私たちに変化をもたらしてくださいます。ね、ですから今日神様の前に正直になって、そしてイエス様の前にの弱,をあの弱さを。 さらけけ出しししてててそ聖霊様に助けていただきましょう時々このぶっちゃけの現実を言われてね惹かれる時もあるかもしれないけどでもライフグループの仲間なら安心して共有できますよね。 そして誰よりもイエス様がそれをお責めになることはありません。うそれがあるとついついこう自己弁護。 あというのもこうでこうでこうだからとかって、ね、言いたくなるんですけど神様が私たちの弱さを弁護してくださるので本当に安心してさらけ出しましょう。今皆さんが置かれている状況とか状態 問題がなくなって全てが良い方向に変わるかどうかは、えー、分かりません、so、神様がお決めになります、okay. so、God the result だけど私たちを知り尽くしている神様が私たち自身に必ず変化を起こ,起こしてくださるという信仰を持ちましょう。 これを何故に信じることができるのか。So、this, this 最後のポイントです。So、<last> point. 神がもたらすすべては愛、はい。もしも自分が誰かのある目的のために利用されていたとしたら <So S 1> 皆さんどう思いますか も嫌ななな気分にっっってててんでって怒って憎んで恨みがうわーとか来ますよね自分が神様の目的のために生かされているとするとやっぱりそういう嫌な気分になるんですかね、so We think that we are um, used for the purpose of God. Are you like angry at the situation? Or not? So at least me, I'll be honest with you. So I used to uh, be afraid that when I hear the truth that I am used by God... もっと言うとその私自身の目的はどうなっちゃうのかなっていう恐れがあったんです私たちは神様ではなくて実は人生に期待していることがあります so sometimes we tend to have expectation 何かを手に入れたり何かになったりあるいはその思い描いていることを現実,もの現実のものとするようなそこからこう何を得たいのかっていうと結局

自己満足の人生です。これはイエス様が与えてくださった人生の正しい価値観ではありません。 私たちが自分の目的に生きてしまうことこそが肉の力の源であり生まれながらの肉の願望なんです人生から何かを得たいっていうのはもう生まれながらの肉の願望なんです「何か何かを得たい」 そして私たちが自分の人生に私たち自身の目的を持ち続ける限りそれはむしろ悪魔に利用されていきますエペソの4-27のにはっきりとこうありますエペィのョの2 7 says this 悪魔に隙を与えてはなりません私たちの生きる目的を自分たち自身の目的から神様の目的に完全に取り替える必要がありますそしてすでにこの交換は。 完了しています And this is、ね、もう一度最初の御言葉一緒に読んで確かめてみましょう。ガラティア5の24と25です。キリストに属する者は生まれながらの自分が持つ肉の欲望を十字架につけてしまったのです。もし私たちが聖霊の力を受けて生きるならすべてにわたってその導きに従おうではありませんか。ア 生まれながらの肉の希望はもう十字架にかかりました私たち自身の目的に生きる人生ももう終わりました too, もう完了しています <is> 肉が人生に対,する対して追い求める満足っていうのは どうせほんの一瞬で過ぎ去ってしまうはかないものです。インスタでね、この次から次へともう華やかな、素敵な人生があるように思われます。 ササスファイライフそのようにこう目に良いもの、そういう虫触るように生きる人生に逆にどういう価値が本当はあるんでしょうか ?So, but we need to think about is it valuable to live for la for our satisfaction? 終わりの時には何にも持っていくことはできません。そういう虚しい人生に私たちの時間を費やさせないために、イエス様は十字架によって肉との戦いをもう終わらせてくださいました。Spend our 神様は私たちにもっとふさわしい、新しいアイデンティティを与えています。 God, us the new identity. 神様は私たちを御霊の実を結ばせることのできる正しい場所にあなたを置いています。Right so、神様は私たちが御霊の実を結ぶためにさまざまな経験をさせてくださっています。 そして神様が私たちに御霊の実を結ばせることで私たちの隣人を救いに導かれます。 神様の目的に生きるなら言葉にし尽くせないほどの満足をちゃんと私たちはいただくことができます。So God, right、なぜならイエス様ご自身が命を投げ出してでも私たちに与えたいと思われた新しい人生だからです。So、with the, with ヨハネさんの16を ぜひ一緒にみんなで読みたいと思います so, read,、um, 3, to 日本語からせーの実に神は一人号さえ惜しまず与えるほどにこの世界を愛してくださいましたそれは神の御子を信じる者が誰一人滅びず永遠の命を得るためです 神がご自分のみこを世にお使わしになったのは、世をさばくためではなく、世を救うためです。So、Let's read together in English: For God so loved the world that he gave his one and only son, that whoever believes in him shall not perish but have eternal life. For God did not send his son into the world to condemn the world, but to save the world through him.Amen. <Amen. S 2> 神様、ご自身の目的は、すべて 隅から隅まで私たちのアイデアということを今日改めて信じたいと思います。で、so、では一一一緒にに祈りままししょうそのの場で立ちち上がた今日のメッセージ感謝します私人人 それぞれの葛藤があります。困難や誘惑、それそのものを見るとき、itself, あまりの自分の弱さに打ちのめされそうになります。So, um, また、問題を見るとき、 さまざまな感情に襲われます。でも怒りたくないんです。憎しみたくもないんです。悲しみたくもないんです。でもどうしてもそのような感情が起こってきます。イエス様、この訓練の時をありがとうございます。 私たちにどのような見たまのみを結ばせたいと思っておられるのかどうぞ今日教えてください。Jesus, please tell me that what kind of the fruits of the Spirit you want me to, you want us to bear. レーノメニアって、スルドサワタイテクダサイ。 問題そのものではなくあなたがどのような意図を持って私たちにこれを見せてくださっているのかあなたの目を与えてくださいそしてすでにその御霊を結ぶための準備をしてくださっていたことありがとうございます And Jesus, thank you for Already, you're preparing for the training. We crucified our bitterness on the cross. We thank you, and we go before you, Lord. 感情ををどう,こうするのをやめてあなたにただこののたまの実を結ばせてくださいと祈ります。ああななたたたがが来ててくくだだささいい変化をもたらし 状況そのものではなく私たちの心に変化をもたらしてください。So、状況が変わることではなく私たちの心が変わることであなたは生きておられる方だと知ることができますように。 またイエス様どうぞ深い悔い改めに導いてください。あなたのもとにすべてをさらします。あなたの光の中に連れて行っあなたの光の中に連れて行ってください。てください。あなたがこの罪を光に変えてください。あなたがこの罪を光に変えてください。 あなたが清めてくださったことを信仰で信じます。Pure, この私たちの罪の意識や恥を悪魔に利用されないようにどうぞ守ってください。聖、so、霊様を送って強めてください。そして救いの武器をあなたも既に与えてくださっています。 救いの兜と被ります。そ <got> して、御言葉の剣持つことができるようにどうぞ助けてください。この神様からの訓練を通して私たちがこの神の,この兵士のようにこう強められていくことはありがとうございます。God, それは隣人を裁くためではありません。私たち自身が私たち自身を襲う悪魔と戦うためです。そしてこのライフチェンジを通して多くの人々を救いにあなたが導いてください。私たち一人一人を 教会だだとととああなたがが言ってくださることありがとうございます God, 生きている教会、動く教会です。This church is alive, Lord. この乾いた世界に私たち一人一人を送り出してくださっていることありがとうございます。自分の問題解決に一生懸命になるのをやめます。I stop, uh, to focus on Uh, settling, settling my それは全部あなたがされますそれよりもあなたに心を開いて三たのまの実を結ぶことだけを考えます rather, about,、uh, 愛する力あなたが与えてくださっていることありがとう the, me,、uh, どんなことがあっても喜べることありがとうございます こんなにもありえない状況だけど、平安でいられることありがとうございます。また忍耐する力もありがとうございます。また親切さを表せる機会をありがとうございます。 また人に対し寛容になり、許すその機会をありがとうございますた。善意を表せる機会ありがとうございます。 悪魔はいろいろに語ってきますがそれを超えて誠実でいられるチャンスをありがとうございます。このようなことで心揺さぶられますけれどもでも、ーわさが私たちの中にあることありがとうございます。

そしてもう一つお招きしたいです。イエス様のことを初めて知った、あるいは今知っている最中だとおっしゃる方。

そのような方がイエス様のところに,もえところに戻れるようにもあの一緒に祈りたいと思います。They, so、お父さん、神様 Heavenly Father, God.、えー、そして聖なる主イエス様、そして助けでなる聖霊様、この十字架の御技に感謝します。 あなたがすべてのネガティブをその十字架で終わらせてくださいました。そのことを信じたいです。まず信じる力をどうぞ与えてください。So so、そしてそれが本当のことであると分かることができるように助けてください。

そしてお一人お一人にイエス様が聖霊様を送って選挙のために、えー、炎を燃やしてくださっていることありがとうございます。You you Spirit, 情熱燃やしてください。問題解決することではなくもう一度イエス様の目的に立ち返ることができるように情熱燃やしてください。 あなたが一人一人にファイヤーを送ってください。疲れを感じても、この高く頬張るあの鳥のように高くこうた飛ぶことができるように。風を送り、そして励ましを送ってください。So 主のみナを,を賛美してイエス・キリストの名前によってお祈りいたします。あめ。では最後にあのクリップをみんなで読みたいと思います。So、イエス様に応答できなかった方もぜひこれ一緒に読みましょう。日本語からせーの。In Japanese. イエス様、私を愛してくれてありがとう。私の心に入ってきてください。私の人生を導いてください。イエスは私の主です。ありがとうございます。